割と、あの、今回は、あの、久々にというか、あの、最初はプロレスについて少し喋りますけれども、僕が、うんと、まあ、えー、実家を出て、結婚して一緒に住むようになる前、うちの相方と一緒に住むようになる前、要するに一人暮らししていた時代、まあ、90年代とかですけれども、90年代に、あのー、まあ、あの、なんていうの、一人暮らしの人って、こう、 生活リズム乱れやすくないですかだから、あの、当時は地上波のテレビで夜中というか、まあ夜,夜11時とかかな、12時台だったかな、忘れちゃったけど、あの、プロレスやってたんですよね。金曜日と土曜日だっけな、なんか、あの、新日本プロレスと全日本プロレスって大きな団体が2つあって、それぞれが1日ずつなんか放送してたんですよね。テレビ朝日と日本テレビだったかな、なんかでやってたんですよ。 でその頃は、まあ結構毎週両方とも見ていて、ああま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 あ、みたいな感じで、こう、なかなか、おおーみたいな感じになったりしててね、おもろかったんですけれど、おもかったっていうか、まああの、自分の中でもこう、なんていうか、楽しく見ていたというと、あれなんか安っぽいけど、見てたんですよ。で、その頃やっていた、その頃活躍していた人たちっていうのは、まあ年齢的に言うともう、60代とかになってくるわけですよね。あの、 例えば僕が一番好きだったのは武藤敬司っていう人ですけれども武藤敬司は60年生まれだっけな1960年生まれかなんかなんで今63かなんかなわけでねえ63でやっぱりいくらプロレスラーと言ってもまあねっていうところもありますよねでまだその当時見ていた人たちが結構どん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 引退していったりしてるわけですけれどもでまあその当時の試合の映像は今 あのネットにあったりすするんですねでそれがしかもその違法アップロードではなくあのガオラスポーツというチャンネルがあってそこがまあまあちゃんと権利関係を処理して流してるんだと思うんですけどもでそこでだからあのたまに見るんですよでそのそのチャンネルがシリーズ化しているえバトルライブラリーっていうその要するにプロレスの懐かしい映像だけを流すシリーズがあるんですけどもそれの オープニングがですね、まあ、いつも同じ10秒ぐらいなのかな、オープニングがあるんですよ。で、これが、あのー、川田敏明と武藤敬司じゃないかな、だよね。 あのーまあ多分言われてわからない人が多いかもしれませんけども、全日本で活躍した川田利明っていうあの人がいて、この人、ラーメンの店主やってますけども、世田谷区でラーメンの店主やってますけど、デンジャラス系って呼ばれてる人なんですけどね。で、この人と天才と呼ばれた武藤敬司の試合のワンシーンがオープニング映像で使われているんですよ。で、まあえー、と川田利明が、まあ、あの武藤敬司に対してパワーボーンという技をかけるんですよ。 で、プロレスのルールっていうのもご存知ない方いらっしゃるかもしれないけれども、勝ち負けを決める方法はおおよそ2つかな。1つは相手の肩を地面に3秒以上押さえつけることができたら勝ち。フォール勝ちって言います。もう1つは相手からギブアップを奪ったら勝ちなんですよ。で、それがない、ない時は、あの、時間切れ引き分けか、両者リングアウトで引き分けかみたいな感じになるんですよね。で、 勝ち負けを決めるときの一つが、まあ、ギブアップであったりとか3秒相手の肩を押さえつけるってことはそれを判定するレフェリーが必要になるんですよそのレフェリーっていう人がいるんですけれどもこれあの大昔の雑談動画で言ったと思いますけれどプロレスは八百長かどうかって話があるんですよねつまりプロレスは真剣勝負ではなくもともとストーリーが設定されていて今日この試合ではこっちが勝つこっちは負け しかも、この人はこの人に対して、この技を仕掛けて最後終わるみたいなことまで、決まってんじゃないかとかね、言われたりしていて、で、まあそこはまあ今の世の中的に言うと多分、決まってんじゃないのっていう空気は多分、世の中的に流れているんじゃないかと思うんですよ。で、まあ個人的にはそれが決まっていても決まってなくてもどっちも良くて、何かその、まあ、 仕込まれたやりとりだとしても、そのやりとりによって観客に対して、例えば、わ、頑張れとか、曲げんなーとかみたいな感じの応援させる気持ちを生み出すことができていれば、それはプロレスという興行として成功だと思うね。だから別にその、八百長か八百うじゃないかはどうでもいいと個人的に思ってるんですよ。 で、その工業ってプロレス団体の人たちも自ら言ってますけども、工業とか、まあ、ショーとは言ってないよ工業と言っていて、まあ、僕はものすごい批判を受けるかもしれないけど、まあ、ショーの一種じゃないかと思ってるんだけども、まあ、その工業を盛り上げるときに、実は大事なのはレフェリーなんですよ。で、さっき言ったギブアップって、例えば何が、どういうときにギブアップがあるかっていうと、一つはいわゆる関節技ですよね。関節を痛めつけるような技をかけて、 痛みに我慢できなくなってギブアップするっていうパターンとあとは関節ではなくて例えばチョークスリーパーって言いますけど例えば相手の後ろからくあの後ろからこうやって,なんていうのこういう感じでギューってやってこの首のところを締めてうわーなるみたいな感じでそのギブアップを奪うみたいなパターンもあるわけですよでそうすると相手がギブアップするかどうかっていうのは2つあって1つはこの床を アアッッププしてギブアップする場合もう一つはギブアップって感じのことを言葉で言う場合。で、もう一つはレフリーがこれ以上試合続行できないなと思って試合を止める場合もあります。あるいはまあ、今はあんまないんじゃないかと思うけれども、例えばそのセコンドがタオル投げ込むとかね、もうあるかもしれないけれども。で、そうすると、とにかくレフリーはこの、この、まあごめんね、この、この、この、 この選手に対してギブアップする意思があるかどうかを確認しないといけないんですよ。そうすると、普通に考えたら、例えば僕がこの人に対して技をかけていると、どこにいるとギブアップしたかどうかの確認がしやすいかって言ったら、ここじゃないここでもう一匹いればよかったけどいないか。あの、この向きで、あ、じゃあ、そうか。僕の後ろに誰かいるとして、僕がこう、うーってなってるとして、 この人に対して、僕に対してギブアップする意思があるかどうか確認する一番のベストポジション。こうじゃないどう考えても。でも、いないんですよ、ここに。レフリー。なぜいないかっていうと、ここにレフリー入っちゃうと映んないんですよ。だから、ここ、うわーってなってる時にレフリーここにいんのよ。この辺にいんのよ。この辺にいて、横から覗み込むのよ。だからこの選手の顔が、選手がその、苦しんでる顔が映るようにして、横から覗み込むんですよ。っていう風にして、<laughs> 明らかにおかしいわけよ。本当のこと、本来的にはおかしいはずなの。で、さっき言ったその興行を盛り上げるのはレフリーだっていうのは、例えばね、全日本プロレスに和田京平っていう名物レフリーがいたんですけれども、プロレスの試合って最初に赤コーナーなんか体重は何キロやとか言って、今なんとかチャンピオンだとか言って、誰誰みたいに言うと、なんとかなんとかみたいな感じの独特のコールをする。 で、青コーナー、なんとかなー、わーってなる。で、その後に、レフリー、和田恭平っていうふうに、リンガアナウンサーが紹介するの。レフリー、和田恭平っていうと何が起こるかっていうと、会場から、恭平って起こる <laughs> 審判やで、みたいな。でもそういうノリなんですよ。で、その和田恭平に対して観客が、恭平って叫ぶのは、全日本プロレスの当時の工業のお約束なわけよ。まあだからその、 アイドルのライブに行って、アイドルがある歌詞を歌った時に、えー、観客側がある掛け声を返すのに近いわけよ。で、和田京平さんを見てるとね、明らかに、わかんないよ。違うかもしれない。明らかにね、動きがね、見せる動きをしてるんですよ。例えばその3カウント取るときに、3カウント取るときってのは、要するに肩がついてるかどうか確認するんで、こう、立ってはできないわけよ。その3カウントです。しかもその床をこうやって3回叩くわけよ。 だから叩くためにはしゃがまないといけないんだけどこのしゃがむ体勢に入るまでの足の開き方とかが自然にやる動きじゃないのよ。であとはあのー、和田恭平さんもそうやしこれあの言われてわかんない人多いと思うんですけどレッドシューズうんのっていう <laughs> レプリがいいんだけどこの人もねあのー 運のレフリーって言うんだけど、この人もね、その、スリーカウント取るときに、立ってる状態から座るんであれば、まあ普通にこうやって行けばいいんだけど、あの、座るのに時間がかかっても、そしたらそれもワン、ツぐらいになるじゃないで、一応、建前上、押さえつける前に何らかの技を仕掛けて、痛みを与えて押さえつけるわけよ。で、3秒の間に、その、我慢するというか、痛みを跳ね返して、肩を上げれば、負けにならないよね。 だけど、その、3秒数え始めるまでに時間がかかったら、すでにそれ3秒じゃなくて、4秒、5秒、6秒みたいな3カウントじゃなくなっちゃうじゃない。だから、その、押さえつけが入ったなって、押さえつけに入ったなって分かった瞬間から、数え始めるまでは、できるだけ短くしないいけない。で、その、運のレフリーっていうのは、その時にね、なんか分からんけどね、ジャンプして入んのよ。ジャンプして、その、ジャンプして、なんか一回飛び上がって、一回飛び上がって、ワンみたいに行くのよ。 これがね、どう考えたも見せてる動きをしてんだよ。その、躍動感みたいな感じの動きっていうのかな。見せてるね。かっこいいんすよ。だから、あのー、僕が授業の中で、まあ、レフリーの動きの影響を受けるあんまりないんですけど、授業中とかでね、これやってることがあると思うのね、時々ね、例えば、左手に、なんかま、あこういうプリントみたいなの持ってたとして、んで、なんか、 あのー、喋っていて、で、時々、この先、あの時計を見たりして、あと何分あるな、みたいなことを確認して、この後どういう説明しようかなっていう時に、っていう動きをしてる気がするのよ。で、これは、武藤刑司の影響で、武藤刑司が試合中に技をかけて、相手がちょっと、ってなってる時に、武藤刑司が、 これをかけて、この技をかけて、この技をかければ勝てるみたいな、多分計算をしているのか、本当に計算をしているのか、計算をしている体なのかわかんないけど、こういう動きすんのよで。これのね、真似なんですよ。真似っていうか、なんかそれをずっと見てるうちになんかね、僕の中でこれは、こう、この、これやってる時に、ただ単にこれ振ってるんじゃなくて、まず、えー、と、代名詞を喋る。代名詞を喋った後に、この例文に戻って、みたいなことを考えてやってるんですよ。 そのあの車掌さんの指,指差し観光と同じことなんですけども、そういうイメージなんですけども、まあ、指差し観光ってのはなんかその確認っていうのかなイメージなんですけども。まあ、とにかくあの僕の中にある、えー、のプロレスの影響は結構いくつかあるよって話ですね。今度は授業に入るときにジャンプしてみようかな。<laughs> ガラッとだけ無意味ジャンプするとかね。なんかすごい喋りましたね、今回ね。11分喋っちゃった。過去最長じゃないかもしれないけれども、結構長く喋りましたね。ほんじゃまた。